両崖山の登山口石段のところに来ていますが、ここ綺麗に積もり積もった土が払われて整備されて綺麗になってますね。ね、こんなにここはただ斜めになってたんだけど、実はこんなに石段が埋まっていたという。知っていた人はどのくらいいるんでしょうか。ここまでですね、ここまで、ここに一段、もう一段ね、ここにもう一段ありますから、結構下は広い石段だったんですね。砂利のただ坂道だったんですけど、うん、これは素晴らしい、綺麗になりましたね。あと足利の山火事の後、いろんな運動が進んでるんですけれど、この看板、これ足利の山の登山口数箇所に設置されているようで、関村さんにもあるのは見ましたけど、まだ撮ってないですね。そんなわけで、これとこれね、飾りの写真と、というわけで、タバコ、電子タバコはもちろん、コンロ、焚き火はもちろん、ガスコンロやアルコールランプなどの裸の火、炎が見えるものは全部禁止です。そこんとこ勘違いされないように。まだガスバーナー使ってる方見えますんでね。ここは全ての火が禁止になってます、足利の山。火を使っていい場所もないわけじゃないんです。住宅ですよ。山の私有地ではなくて、住宅の敷地内、寺院の敷地内、事業所の敷地内、キャンプ場や釣り堀など、その他対象外の場所として、車の中、吸い殻容器設置され、山林関係者により規制が認められている場所では OK ということですが、ね、タバコ吸うこと自体を山ではやめた方が無難だとは思います。お気をつけください。そして楽しみましょう。じゃあ両崖山まで登っていきたいと思います。はい、いつもの鏡岩の温度計ですが、午後2時半で14度ですね。織姫神社 1.3 キロ、両崖山 0.7 キロ。この看板のところの松が、枯れたみたいで切ってあります。切り立てですね。何歳なのか数えてみてください。先の方がね、黄色くなっちゃってますよね。枯れちゃったんですね。あの辺、上の方がもうダメだったんですね。さあ、続きまして、岩の坂道に入ります。岩場登りきる手前も、何本、結構何本か枯れた松が切られてます。枯れた松だから仕方ないですけど、この下もなんか怪しいですね、色合いが。これみんなダメかな、火事のせいかな、わからないですけど。というわけで、さらに登っていきます。山頂が見えてきました。まだ緑ですね、このルートもほぼ紅葉はしてないかな。少しね、赤い木もないわけじゃないんですけど、まあ、ほぼ見た感じ緑です。岩場まで来ました。ここもなんか見晴らし良くなってるなと思ったら、やはり松が切ってあります。これですかね、一本かな。見晴らしがいい気がしますよ。この下にあった大きいのも切ったのかな。
はい、ちょっと逆光になってしまってね、下の梅林もよく見えますね。まあ、危ない木はね、整理して見晴らし良くなってくれるのはとても良いことだと思います。山頂下の展望デッキのすぐ下にいます。ここもまあよく燃えたところですけれど、松が、周りを見ると松が上の方がみんなもうダメになってきていて、ちょっと暗くて見えないですかね、逆光で。これなんかありますかね、上の方がもう外皮が剥げ落ちちゃって葉っぱも枯れてきてますね。この下にある松もそうですね、赤くなっちゃってます、何本か。これみんな枯れちゃいますね。山頂もう少しです。展望デッキまで登ってきました。雨風にさらされていい色になりましたね。デッキらしいというか、ウッドデッキらしいというかね。日光はちょっと見えないですね、今日は。結構もやっちゃいましたね。午前中はすっきりしてたんですけど、変化。展望デッキまで来ても14度、上も下も温度変わんないですね、今日は。両貝山山頂下の吾妻山で来ました、こちらのもみじまだまだ緑ですね。大きな木もちょっと名前は分かりませんが、まだみんな緑です。この木は真っ黄色になるんですけど、その黄色もいくらが出てきたかなというところで、もみじよりは先に黄色くなるんですけどね、こちらがまだなので、山頂の紅葉はまだまだ、毎年11月15日からちょっと過ぎたあたりがいい見頃になるんですが、こっち、あ、このもみじはもう枯れちゃいましたね、出てないです。なんか実がなりそうな木ですね、これ。柑橘系ですかね、違いますかね。柑橘系かなと思った。これビワですね。トゲトゲないですもんね、そういえば。今グーグル先生に教えてもらいました。ビワ、実がなるのかな。ビワって1本でなるのかな。なれば楽しいですけどね。ビワの種に含まれるビタミン B17 はがんの特効薬という話もありますが、まあね、食べ過ぎると良くないかもしれないし。さあ、日が落ちちゃうので紫山行きたいと思います。その前に山頂にご挨拶してきます。大きいミミズさんがなぜ下に出てきちゃったんでしょう。干からびちゃいますよ。潜るとこなくて困ってますね。ポテッ。あ、両貝山山頂、御嶽神社到着です。じゃあご挨拶して行きたいと思います。はい、紫山見晴らしのテーブルまで来ました。ボール復活してますね。よかったよかった。午後4時。遅くなりましたが、やっと今からお昼です。今日はおこわのおにぎりと鶏胸肉のローストなんぞ持ってきてみました。
じゃあ食べたいと思います。30分休憩です。栗のおこわのおにぎりと鶏の胸肉のロースト、これが今日のお昼になります。もう4時過ぎてますけどじゃあいただきます。紫山見晴らしの広場、4時45分、12度、あんまり変わんないですね。先日登った行道山の東屋が見えます。いや揺れるな。天狗山の上、ちょっと吹き流しみたいな綺麗な雲が出てますが、西の方の雲が濃いのでこのまま夕焼けにはならずに暗くなっちゃいそうですね。天狗山、もう5時になるので誰もいませんね。日没時間です。天狗山の看板が真ん中にありますね。一応展望デッキの方に行って夜景を撮りたいと思います。じゃあ移動します。両貝山山頂展望デッキ、もうすぐ午後6時、スカイツリーが何か10周年の記念のライトイベントやってるというので撮ろうと思ってきたんですが、画面にはスカイツリー映ってますが、これ今日なんか1位になったやつが映ってる、証明されてるということで、まあなんとか撮影してみようと思います。今日はこれしか光出ないそうです。他の日は、入賞した他の作品を時間で切り替えていったりもするみたいなんですけど、27日木曜日、今日は 1位の人のだけということで、これ撮影したら下山しようと思います。いやー、街の明かり綺麗だからずっと見ててもいいんですけどね。さすがにちょっとこの時期寒くなってきましたね。さっきまで12、3度あったんですが、多分もう1桁に変わってると思いますね。はい、じゃああとは適当に、タイムラプスなど撮影したのを見ていただきたいと思います。寒いですね。じゃあこの辺にしとこうかと思います。今日はご視聴ありがとうございました。 FJ でした。ではまた。寒
どういうことですか？ 12.5 度変わんないじゃないですか、さっきと。もう体感では一桁の感じなんですけど。